一方、日本のお家芸と言われメダル量産が期待されるレスリング。パリオリンピック内定者が一堂に会して強化合宿をスタートしました。公式戦130連勝中の藤波朱理は得意のスピードに磨きをかけんと猛練習。世界最強という野望に加え、20歳になりたての藤波にはこんな野望も。やっぱりオリンピック終わったらお酒を飲んだり体に悪い生活とかをしてみたいです。東京オリンピック金メダルの須崎優衣は他の選手が切り上げ、掃除を始めてもなお居残り。オリンピック連覇に向け新年早々ストイックな一面を覗かせました。パリオリンピックでは最高のそして最強の須崎優衣で戦って絶対に金メダルを獲得してオリンピック2連覇を達成したいと思います。